ソマリの両親を探している。見つけて手渡すために。なるほど。そういうことか。で、その両親ってのはどこにいるんだ？わからない。は？わからないって、それでどうやって探すんだよ。せめて何か情報を手に入れてからにするとか。あいつもまだ小さいんだし、そんな無理しなくたって。あるんだよね。急がなきゃならない理由が。何を？その体、どうして？ゴーレムの寿命を知っているか？長寿だって本で読んだことがあるけど。そうだ。千年生きる。そして、千年ちょうどに終わる。終わる？私はすでに998年と253日生きた。あと1年と112日で生命活動を終了する。故に、その時までにソマリを本当の両親に届けなくてはならない。ソマリちゃんは知ってるの？君の寿命のこと。いや。言えねえよな。別れるための旅ってことか。それって残酷な話だよね。君のそばにいる時のソマリちゃんはとても幸せそうなのにね。幸せ？ソマリがそのような感情を。鈍いやつだな。出なきゃあんな風に笑ったりはしないだろう。